先生もそういうふうに地道なそのレーダーで探索というか研究をされててもそっちの方に行き着いてしまった。もうレーダーはね、はい、現実的なもんじゃないですか、はい、あれ空に向けると捕まっちゃいますから、はい、確かにだから今うちの上航空路になってるんで困ってるんですよ。あの下手に感知されたらね、うん、危ない危ない危ない。やってみても面白いなと思って。いやいや、あの静岡空港のね飛行機のダメだダメだダメだでですね、あのまあそれは別として、現実的に、はい、あのレーダーでやったデータを確認していく上では、まあ、いろんな航空写真がいる、はい、それから、その航空写真の中にも、衛星写真なんですけど、さらにもっと突き詰めると、アメリカ軍が日本を占領した後日本全写真撮ったんですね、はい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 、これはものすごい役に立つ。なぜかというと今みたいに家が建ってない状態が、うん、要するにもう原始の状態の、はい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 、それの中、それでまあ竹之内文献を研究してて、竹之内文献が何だって分かったわけですね。竹之内文献って神様の本じゃないですよ、あれ日本の知史。あんまりああいう宗教に引っかからない方がいいですよ、竹之内文献使ったらあれはただ単に日本の知史、主はあのごんべんに志す詩ですね、はいはいはい、全部詩です。それで少なくともあそこに書いてある地図とか話は1500万年前、富山湾がまだ陸地だった頃からの話が書いてある。すごい、1500万年前。あのね、日本の歴史って大体1500万年から2000万年前ぐらいから記録に残ってるんですよ。うん、で竹之内文献ってないんです、あれは。ほう、宮内文献です。あ、読み方が、うん、宮内、口の中で伝えていく。あ、宮内、うんうん、はい、それがまあ文字になったかどうか知らないけど今になって文字、あれに書いてあるのは全部志士です。だからさっき言ったなんだっけな、イブスキなんか買い物だけど、はいはい、あの豊玉姫、あれなんかも全部あれ載ってますよね、豊玉姫って載ってきますよね。だからアマテラスはさっきお見せした月に映ったあの静岡県の地形、それが飛騨の暗い山より出てきて、それをみんなで喜んでアマテラスと称えて保富屋保富屋を作ったと。ありますよ、保富屋保富屋、今でもすっごい古い堤防に囲まれてあるんで、ものすごい広い敷地が、うん、堤防を見ていつ作ったんだろうって。だから多分ね、九頭竜川が、あ、神通川が、あのまだそこを流れてる時に神通川の位置変えてそれを作ったんじゃないかな、人口。それで私の住んでる静岡県のとこもちょうど彼女のここのとこに当たるんですけど、ありえない地形がある。要するに北から南へ全部流れてるのに一本だけね、西から東へで仕切ってる。そのとこに綺麗な田んぼ地区があって、そこはちょうどここになる。そこを綺麗に見せるために作ってる。うん、なんこの人だそれちょっと見せないと多分分かんないと、うん、まあ、いずれその話もきちんとしますけど、日本は全部地形です。この頃分かったんですけど、桃太郎さんが鬼退治に行って凱旋してきたっていうのは、あれは嘘で、あの鬼は石鎚山です。もう鬼ですよ、石鎚山。あの石鎚山 の天狗岳を見るとちゃんと角も生えてるし、角はね、こっち側は自然出てきてこっち側作ってますね。で目もあって、で、まあ、あの秋になれば綺麗な鬼ですけど、それで鬼退治に行って黄金財宝を持ってきたっていうのあれ嘘で、その逃げてくとこの桃太郎は小豆島ですけど、そこに猿もあの犬もキジもあの桃太郎も青い顔、まあ青い顔って言って変ですけど、もう
悲しそうな顔してあの都の方へ向かってる島の形になってます。小豆島、うん、小豆島。悲しそうな顔してるんですか、うん、いやだって負けたんだから。負けたの思ったら負けたんだから、ね、あれだからその勝ったっていうのは多分その時の政権が証言に対して作り上げた話なんですよね、はい、そういう地形史とかそういうのを見てると国際関係も全部分かってきちゃって、まあ最近つまんないですよね。楽しいっていうね、もうどうやって皆さんにこうお話ししたらいいか分かんなくて。でもあのやりたい人だったら来てるぞ、見方を教えてあげますからすぐ分かります。ちょっとあの先ほどのお話の剣山の話にちょっと戻してよろしいでしょうか、うん、話を、はい、そこを UFO っていうふうに先生先ほどはっきりおっしゃったんですけども、うん、一体古代はそこで一体何が行われてたというふうに先生思ってるんですか。そうなるとちょっとそうですね、すいません。剣さんはレーダーかけってどういうんですか。あのね、ああすいません、あのこういう質問がいっぱいあるんですよ。でね、かけあのやたらにかけられないんです。電波とそれから出てきちゃったものが遺跡に関係しちゃうと、それからあの国立公園はあの地主の許可があるんだよね、あの国立公園の民営地で、はいはいはい、だからすごくたくさん土地剣さんが買ってもらって、お三上がいいって言ったから言うんだったらかけられる。よーしよーし三上編集長の目標が、まあ、あの通常はね、あのああいう調査っていうのはあの依頼がないとできないで、文化財に関しては全部その、ま、持ってる町 の、 あの教育委員会が、ま、真ん中に入りますんで、うんうん、教育委員会がダメだったらまた、うん、まあそれはしょうがないです。だから僕のやってる仕事は全部公的な仕事ばっかりですよ、うん、なるほどね、依頼があってという、ええ、はいはいはい、で依頼もその個人の依頼じゃなくてちゃんと教育委員会のお墨付き、だから埋蔵金はあれ違反なんで全部違反って言いましたね。埋蔵金の話ってね、あの楽しいでしょ、やるいやいや夢がありますよね。聞きたい貸してください、ぜひ。日本で埋蔵金騒動って、まあ、そのさっき言ったのありますよね。あれは実はある人が当時の金で4億円積んだんです。夢を持とう、みんな埋蔵金を探そうとやったんですよ、企画を、うん、そしてその金に群があったの、ものすごいいい加減な連中が。んでああでもないこうでもないって書類持ってきたわけ。おうおう、でその人はいいよやろういいよやろうって、はいはい、バラマイだよ。それでこっちも引っ張り出されてね、はいはい、渡辺一緒に来いとか言ってもう大変でしたよ。でね、ありこないんだからやめようよって言うんだけどさ、もうそんなことはやめようよ、そんなこと言っちゃいけないのか。何年3年ぐらいやったのかあれ。続きましたね、あんなね、大体ね、あの何これ赤城山、赤城さん、はい、いいですか、金の重さって知ってる。でね、あの時埋蔵金やってたやつ、金の重さ知ってるやつ誰もいないんですよ。あの歌舞伎でこう千両って書いたの箱持ってあの走り回るのあるじゃないですか、はい、ね、それを頭に置いているから話全然合わないですよ僕とね。あんなもんね、千両箱ってどのぐらいですよ、あんなもん持ってね、飛び降りたね、腰の方でもこだわるじゃないですか。ありましたよね、なんかあの1億円創生でこう1億円分こう金塊やって、うん、泥棒が来たけど運べなかったっていう。あの金のね、あの1両の小判って金が大体 25g なんですよ、それの1000倍でしょ、何キロになると思う。そんなもん運べるわけないじゃないですか。それをね、牛一頭で運んだっていうわけでしょ、赤城山に何百万両、100万両だからなんか運べる。そんなね、牛一頭でそんなの運べるわけないよ、牛何十頭もいりますよ、そんなのやってたらバレちゃうじゃないですか。でね、大体こう金目当てのその人の金目当てで嘘を言うわけですね。でもう日本中そんなのばっかりだった。でフィリピンもね、行かされてね、山奥まで。山下財宝ですね。山下財宝だ。でね、それもね、大企業が言い出してね、
なんであの企業がそんなこと俺に言うのかなと思って行ったら、その企業が工事してたんですよ。あ、なんだと思ってね、うん、で、あの、まあ、フィリピンはたまたま僕 の、 あの中学で恩師がフィリピンの生き残りだもんですから、あの少尉か中尉で生き残りだもんですから、いろいろ話してくれて、まあ、行きましたよ、奥にゲリラがいるとこに。で、結局ね、まあ、その頃はみんな死んだり殺されたりしていなくなっちゃったんですけどね、あのみんな嘘、うん、みんな嘘、みんな嘘、みんな嘘。たまたまね、畑掘ってたら壺が出てきて入ってたよとかね、そういうのはね、それは偶然ですね、うんうん。まあ、あの埋蔵金騒ぎで有名なのは埼玉県のやつなんですが、埼玉県でやっぱり出たんですよ、家を作るため掘ったら、すごい壺に大判小判が、小判か。ほんで結局掘った人と地主と前の地主で喧嘩になっちゃって、あ、裁判沙汰になって、なるでしょうな。今も警察の金庫に保管されてるんですね、確か。誰も絶対、ね、あのあれだから俺のだって言ったっきり、もうどうですか、もうあれからそいつらみんな死んじゃってんじゃないかと思って今度息子の代になってもやってるのかなと思って、ね、まあ言うでしょうね。で、埋蔵金っていうのはあの2種類ありまして、そういうのとその偶然発掘されるのと、それからあの、運がいいとその考古学とは関係ないとこで考古学の金属品拾ったらお金持ちになったとかっていうのはありますね、うんうんうん。だけど、まあ、今ねそれもね抑えられちゃってます。出たらもう遺跡、それはどうしようですね、はい、日本全体が遺跡ですね。まあ、だから埋蔵金なんていうのは探しちゃいけないです。だけど、あの鉱山へ行って、あの鉱石ありますから、はい、それを砕いて自分で加工するのはいいです。あの、はい、ダメですよ、ダンプカー持ってってやっちゃね。手でこう持ってくるぐらいはいいです。笑ってるけど、僕やってるんですよ。そうですもんね。ね、もうクロマンテ行った時も。やりましょうな。これから先にお見せしてもいいけど、ちゃんと金銀出てる、うんうん。今あれあれあのポイっていうか、あの皿であるんですか。いやいや、あんなことやりませんよ。そんなも大変、あの粉にするの。あのね、金、あの山梨県に、はい、あの金山博物館があるんで、あの美濃部に、の下部に機会があったら見に行ってもらっていいんですけど、もう大変金取るの、ね、あの本当に、まあ、それはまたねじっくりねお話しする話ですけど、それをまた塊にしていくのが、まあ、夢みたいな話ですね、うん。だけどできましたよ、うん。だからもうそれで稼ぐ気ないですから、もう博物館のところに持ってって掘り込んでもうやめようかと思ってるんですけどね。